こんにちは、日本道路です。私どもは3次元のデジタル道路データ測定車を紹介いたします。基本的に後ろに搭載していますこのユニットの中にレーザーですとか、いろんな機器がカメラなどを搭載しております。で、左右2台ありまして、道路の幅員4メートルの路面を高精度で3次元デジタル化します。一般の路面正常測定車と言われているものは写真がメインでして、凹凸情報がよく分かりません。でもこの車の場合は凹凸を3次元のデータとして捉えますので、現場からオフィスに戻っていただいた後でもこの現場の状況をくまなく正確に 3D として把握できます。では実際に見ていただけたらとお分かりいただけると思いますので、よろしくお願いいたします。先ほどご紹介しました 3D のデータを PC の画面上でご紹介いたします。こちら左側、路面をカメラで捉えた状況です。これはとあるコンクリート舗装で撮られたものです。カメラですので、なんか一部汚れているかどうか、そのくらいの程度しかわからないんですが、これを 3D 化するとこのようになります。至る所で凹凸があって、骨材、石が飛んでいるのがはっきり見て取れると思います。これがこの車の最大の特徴です。もう一つ特徴があります。それは道路の点検などをするときに平坦性 IRI が重要になってきますが、この車は左右両方にセンサーを積んでいますので、タイヤ左右通るところの平坦性を測定することができます。おそらく日本でこれだけの機械です。以上のような特徴がありますので、皆さんぜひ道路管理などにお役立ていただければと思います。ありがとうございます。